2024年の大谷翔平選手の総括ナレーションの最終回をお送りします。シーズンを通じて159試合に出場し、54本塁打、130打点、打率3割1分、59盗塁という圧倒的な成績を残した大谷翔平選手。この成績は彼を今季のナショナルリーグの MVP を DH としては史上初の受賞という輝かしい結果をもたらしました。彼の活躍はシーズンの枠を超え、これからの未来に続く希望と期待をもたらしています。2024年、大谷選手は卓越した才能と努力で野球界に新たな伝説を築き上げ、ファンや選手たちの尊敬と感動を勝ち取りました。そして今、2025年の二刀流完全復活に向けた準備が始まっています。彼の歩む道はさらに輝きと挑戦に満ちていることでしょう。来シーズンもまた彼がどのような奇跡を生み出すのか、野球界の期待はますます膨らんでいます。抱えた試練の日々も、君は打席に立ち続けた。投げられぬ痛みの中で振り抜いたそのスイング、2024年の MVP、 その栄光が語るものは困難の先にある光。変える運命の流れ、君が示した未来の形、二刀流が叶わなくても誰もが見たその投資、ドジャースの空に輝く君の名、新しい挑戦が始まる、二度とないこの瞬間に立つ。その時にマウンドとバットに託す夢、ピッチャーとして刻む勝利と打者としての新たな伝説、ワールドシリーズの歓声の中、その手につかむチャンピオンリング、未来へ続くその奇跡が導いてく。 MVP の光を超えて夢が次々叶ってく。サイヤング賞と新たな栄光、君が導くその奇跡、未来の扉を開く二刀流の道の元に、新しいシーズンの風、
限り。